ドラえもんのびたのワンニャンジ伝は2004年3月6日に公開されたドラえもん映画作品。および、岡田康則によって漫画化され、月間コ,コロコロコミック2004年2月号から3月号に掲載された大長編、ドラえもんの一つ。映画シリーズ第25作、大長編シリーズ第24作。ドラえもん映画化25周年記念作品である。 特集記事が月刊コロコロコ,ロコミック2003年7月号から2004年4月号まで掲載された。同時上映はパスカルパスカルパスカルザムービーパーマンタコデポンアシハポンとドラえもんアニバーサリー25テレビ朝日開局45周年映画テレビ25周年記念作品小学館テントウムシコミックスドラえもん第22巻に 収録の短編作品、野良犬、一の国を原案として制作された。3億年前の地球に存在した犬と猫の国、ワンニャン国を舞台に、ドラえもんや、のびたたちの活躍を描いた作品。のびたとアニマル惑星同様、耳をつけた青いドラえもんが登場するが、本作ではデザインが異なる。本作では、のび家の正面から見えるのびたの部屋の窓に、雨戸が取り付けられている。 これまでのテレビシリーズや過去の作品では描かれていなかった美術設定だが原作漫画におけるのびっけや芝山つ監督の絵コンテでは描かれている。また、作中に過去のドラえもん映画に登場したキャラクターを想起させる乗り物などが登場していたり映画版に出演したゲストキャラクターを担当した声優が多く起用されている。この映画が大山信よらテレビ朝日版。 第一期の声優陣とスタッフによる最後の映画作品かつ2019年現在、芝山勤監督の手がけた最後の映画作品である。芝山によると制作時に、これが最後になるかもしれないという話が現場で持ち上がったため、のび太の恐竜のリメイクが企画されるも、2が重すぎると監督の芝山が難色を示したため、 芝山の好きなものを作ってほしいという依頼を受け完全懲悪の時代劇をやることにしたという。なお、完成作品には時代劇色は薄まっているが劇中でドラえもんが敵相手にチャンバラを繰り広げるシーンなど名残がある。前年から変更された作画監督による歌唱の近代化渡辺歩による映画ドラえもんシリーズでは斬新に撮れる演出が好評となり、 商業成績は3年ぶりに30億円超えとなった。また、本作の制作委員会は、第22回ゴールデングロス賞特別大賞を受賞している。オープニング前に、映画では、お馴染みの、のびたの、ドラえもーん。と叫ぶ後で、ドラえもんが、のび太とくん。と叫ぶという珍しい手法も取り入れている。また、テレビアニメのオープニングテーマではすでに、 使用終了していたドラえもん映画作品のオープニングテーマである山野里子によるドラえもんの歌も本作品をもって使用終了となった。25年間ブランクなしで続いていたシリーズであるが2004年の本作の次、翌2005年は映画がなく2006年ののび太の恐竜2006にて再開となる。テレビ朝日版。 第一期最後のレギュラー放送である2005年3月25日にはテレビスペシャルとして放送された。冒頭の番組紹介にはドラえもんとのび太が登場し、これが大戦と小原のりがそれぞれのキャラクターを演じた最後の音声となった。ブリッジでは仙台声優陣のお別れコメントが放送され、本編終了後には第二期の宣伝映像が流れた。ある日、のびたは 川で溺れていた子犬を助け、ドラえもんの道具、壁掛け犬小屋で卵に見つからないようこっそりと飼い始める。のび太は子犬に、一と名付け、よくなつき頭も良い一とのび太の間にはたちまち、友情が生まれていた。そんなある日、のび太と遊んでいた一は、のび太の思い出の品である剣玉を見つけるのであった。のび太の町でも、人間の都合により捨てられる、ペットの犬や猫は多く、 ノびたのもとには、街中の野良犬や野良猫も集まり、手に負えない状態となる。ノびたたちは、一らの今後のことを考えて、自由に暮らせる3億年前の世界へ、タイムマシンで連れて行き、生きていける、要進化、対加工戦従で進化させた。一はたちまち無料フード製造機の操作を覚え、剣玉もマスターする。明日、必ず来るからネット一と約束し、 一行は、現代に帰る。次の日、タイムマシンで3億年前に向かうが、時空間の中で、ねじれ、ゾーンに巻き込まれ3億年前からさらに千0 0 0年経った、世界に着く。しかも、ねじれ、ゾーンに巻き込まれた際にタイムマシンの部品が飛ばされ、時間移動の手段を失う。しかし、その時代には、一らの子孫と思われる進化した犬と猫による、文明社会があった。そこで、 タイムマシンの部品を探すことにするドラえもんたち。この国で一行は一によく似た蜂のほかガク、ブルタロウ、チーコライヌの少年少女4人組と出会う。彼らはネコジャラという大富豪の経営する遊園地ネコジャーランドが怪しく、4人の親がネコジャーランドで行方不明になってしまったということを知らされる。しかし、その時地球には直径、 約2 0トルの超巨大隕石が衝突しようとしていたドラえもんとのびたたちの3億年の時空を超えた冒険が始まる。この他、漫画版のみ、ポコニャンのぬいぐるみ、エスパーマビのコンポコのぬいぐるみ、バウバウ大臣のバウバウとミウミウなど他の藤子作品のキャラクターもわずかに登場しているドラえもん映画作品。ありがとうございます。